ベクターグライドのインティマシーも見ていただいて分かると思うんです。かなり接地面が少ないです。トップテールを置かせてあげることによって接地面を減らしてドリフト要素ですね、浮力の要素の中でも接地面を減らしながらドリフトコントロールができるというのが魅力になっています。ターンサイズがこう太い割には自在にコントロールできる。